TH の富山です。これからこんな症状について少しだけ解説いたします。右足を開いて寝る癖のある人へ。寝る姿にはそれぞれ癖があるものです。左足を開く、両膝を曲げて開く、うつ伏せ、その癖が様々な弊害を生み出しています。ここでは右足を開いていると寝つきやすい、いつの間にか右足を開いてしまう人についてご紹介します。お腹の右側にあるのは盲腸です。右足を開いて寝る、あるいは腰をかけたとき、右足が開いてしまう人は盲腸を引っ張られてしまう傾向があります。盲腸、中枢は無用の長物のように言われていますが、それは大きな間違いです。中枢はお腹の中の温度を調節する機能があります。中枢への負担によってお腹の中が冷えてしまうのです。盲腸は気管支と連動していますので、気管支への負担から気管支栄養症状のもとになります。気管支は右の肩と関連しているため、右の肩の痛みとして発症することも多いようです。お腹が冷えると体調が狂うことは昔から知られています。体は一部が冷えるとその反動でどこかが熱を持つようになっています。盲腸と中枢の冷えは口の中と気管支のに熱が起こることがあります。口の中が熱くなると鼻が乾き、口呼吸になってしまうため呼吸量が減少して肺活量不足に陥ります。同時に睡眠の質が悪くなり寝不足状態となります。これが右足を開いて寝る方の体の負担となります。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。